エレナ・ウラジーミロブナは、ロシア大公女、ギリシャ王子ニコラオスの妻、ロシア皇帝アレクサンドル・二世の三男、ウラジーミル・アレクサンドロビチと、その日、マリア・パブロブナの場所として、サンクトペテルブルクで生まれた。エレナには、キリル、ボーリス、アンドレイの三人の兄がいた。兄弟たちには、イギリス人のウバがつき、彼らが最初に覚えた言語は英語だった。幼いエレナは、 感情の起伏が激しく、時事度を越すほどだった。4歳の頃、画家の前でポーズを取っていた時、エレナはペーパーナイフを握って、画家の後ろに隠れた乳母を脅したという。エレナは自身の社会的地位を強く意識し、お高く止まっていると、周りから思われていた母マリアによって育てられた。マリア・パブロブナと、仲の悪かったマリア・フヨード・ロブナは、本当にエレナは可愛らしいわ。でも、 ヌヴォレが強くて、存在ね、と知人への手紙に書いている。エレナは最初、バーデン大公家の講子マクシミリアンと婚約していたが、彼の方から解消してきた。マリア・パブロブナは、劣化のごとく怒り、社交界では、エレナの難しい性格をマクシミリアンが知ったからだと、噂した。ギリシャ王子ニコラオスが初めてエレナに結婚を申し込んできたのは、1900年だった。しかし、 マリア・パブロブナは、大いにつく、見込みのないギリシャ王の三男である彼に娘を、とつがせようとはしなかった。結局、エレナに結婚を申し込む者が他にいないことが、分かりかけてきて、1902年になって、マリア・パブロブナは、ニコラオスとエレナの結婚を認めた。皇太后,後マリア・フヨードロブナは、あの娘の傲慢な態度が、ギリシャ王家にショックを与えるかもしれない、とトラブルを予想したが、 実際、エレナの態度が宮廷で人々を苛立たせたものの、ニコラオスとの結婚生活は幸福であった。ニコラオスとエレナ夫妻、三人の娘たち、オルガ、エリサベとマリナ、1908年頃二人の間には三女が生まれた。一家は、その後、1917年のロシア革命、不安定なギリシャの正常の煽りを受け、一時フランスでの生活を余儀なくされた。 フランス滞在中、エレナは、ロシア難民のための事前活動に没頭した。特に児童福祉である。ギリシャからの亡命、ロシア皇族としての収入の停止などで所持金は、わずかで、一家はつましく暮らさざるを得なかったが、優雅に振る舞っていたという、エレナの目を見張るような宝石コレクション、ニコラオス自身が制作した芸術作品を切り売りして、彼らは生計を立てていた。 彼らの財政状況をさらに悪化させたのは、三人の娘たちを王族、貴族と結婚させたことにも原因があった。1938年、ニコラオスが心臓発作で急死した後、エレナはギリシャへ帰国、第二次世界大戦中もとどまり、1957年にアテネで死去した。ありがとうございます。